正規労働者増えてないですか。働き方を自由にするとか流動化するとかいろんなこと言ってるけど、それは本当に自由な働き方がしたいって一握りなんじゃないですか。みんな本当は安定した働き方、安定した収入、安定した社会保障、そういうものを求めてる人たちが多いはずですよ。にもかかわらずそんな働き方が増えていくのはどうしてか。政治に関わっている政治家以外の政商と呼ばれるような人間、例えば竹中平蔵さん、パーソナの人ですよね。この人たちが儲かるようなことを平気でやるんですね。派遣法の改悪、派遣労働者、今まで3年ある企業で働いた派遣労働者はその後会社と本契約を結ばなきゃそのまま働けなかったんですよね。これ小泉時代にもぶっ壊されてそうなったんですよね。で、その幅も広げられたんですよ、業種の。で、安倍政権になったからこれもう一個悪くされた。どういうふうに悪くされたか。3年働いて、派遣で働いて、その後人を変えればまた企業は3年派遣労働者を使える。また3年経てば違う人を使えば3年派遣労働者を使える。労働の賃金を低く抑えながら派遣労働者をずっと使い続けられるような法律がもう通っちゃってるって話ですよね。これ分かりやすい話ですよ。非正規の中にこの派遣労働者が含まれるわけですから。その他にも非正規労働者、基本的にこういう考え方ですよね。要は失業前提の雇用ってことですよ。いつ首切られてもおかしくないって話。半年後のあなたの夢を聞かせてください。あるかよ。半年後の自分なんてイメージできるはずないだろ。1年後のあなた、どんな風になってたいですか。どうか今の仕事が続けられますように。そんな不安定な働き方で一体この国で何を希望を持って働け。頑張った人が報われる社会、嘘つくな。もともと持ってたものが特殊だったりっていう人たちは活躍できるかもしれない。でもそんな世の中になってないだろうって。1億総活躍、でたらめな、そんな聞こえのいい言葉を言いながら結局やってることはそうじゃないじゃないか。最低限どんな状況で生まれてきたとしても、家庭状況に生まれてきたとしても、全員が少なくとも同じぐらいのスタートラインに立てるような社会的状況を整備していくのが政治の仕事だろ。にもかかわらず働き方もぶっ壊し、それが企業のコストとしてぶっ壊し、そこで浮いた分を企業が内部留保として溜め込み、そして企業側がより減税を求めることに応えて、どんどん減税をしていき、企業だけが蓄え、その企業が蓄えたものが皆さんに配分されるなんて夢みたいな話はない。今だけなんですよ、政治も企業も。少なくとも今この国に生きている人間は部品、数、ゾーンとしてしか捉えられてない。政治の場にいる人間がその場にいて感じることを言ってるんだから、こんなんだったら国なんていらないでしょって。何のため税金払ってんの。お殿様に払ってんじゃないんですよ。年貢じゃないんですよ。税金ってなんだ。社会で支え合うためだ。国のためにみんながいるんじゃないんですよね。みんなのために国があるんだって当たり前のことなんだ。偉そうに言うな。国があって、お前らは機関限定の代表者が集まってるだけの話なんだ。私も含めて総理大臣なんてもっとですよ。この国の株主は皆さんなんです。税金払ってんだから、運営に口出して当然でしょ。もっと声を上げていかなきゃダメなんですよね。でも政治に声を上げる人は変わった人、ちょっと近寄りづらいなみたいな空気にされてる。違う、政治とあなたは一体だ。政治の場で決められたルールの下であなたは生きていくんだから、この国に存在しているルールがあなたにどれぐらい優しいかということを追求していく、それをお尻叩いていくっていうのはおそらく市民社会に求められているものなんだろうと。でもなかなか難しい。疲れ切って長時間働いてこき使われてね、サービス残業という違法が曲がり通ってる中で、家に帰って政治の話やめてくれよ、休みのくせに日ぐらいゆっくりしてたい、勘弁してくれよ山本太郎、お前新宿さプラプラ出てきたのに政治の話なんて聞きたくないよ、お前黙れ、そう思う気持ちわかる。でも今のあなたの暮らし、首締まっている状況を作ってるのは間違いなく政治、私はそう思います。考えていただきたいんです。
変えられるんです、世の中を。そのための最後の民主主義の砦が選挙かもしれない、そんな状況です。だって今日どう乗り切るか、今月どうやって乗り切るかって考える人だって一票持ってるでしょ。その一方で所得税、一番ピーク、一番高い税率で払ってるの1億円なんですよ。1億円の人 28.5% ぐらい、1億円をピークにそれ以上収入ある人はどんどん税率が下がっていくんです。バカみたいな話でしょ。年収100億円の人は税率 17% ぐらいなんです。こんなふざけた話はないんですよ。税金の取り方、これは間違いなく持ってる人ほど払わなきゃいけないっていうのはこのシステム、最低限確保されなきゃいけないシステムなんですね。累進課税でもそれが曲げられちゃってる。1億円ぐらいのちょっとお金持った人が、小金持ち程度の人が一番税率が高い、不公平でしょ。100億の人がそれよりもどんどん払わなくていい状況にされている。この100億稼いでる人でも1票、あなたでも1票、私でも1票ってことは、みんなが本気でやって緩く横につながればこれひっくり返せんですよ。奨学金で首が絞められているあなた、どうして学校教育を受けるのに借金背負わなきゃなんない？それを先進国とは呼ばない。なぜならば OECD 先進国って言われる国々は34カ国3カ国ぐらいありますよね。この OECD のグループで国家が教育に金を出さない、土下地国家34カ国中日本第2位なんですよ。だからあなたが借金背負わされてるんです。教育で奨学金、大学生の2人に1人が受けている。どうしてこんな状況になるか、親の世代も収入が減ってるから子供を大学にやれるなんていうケースは少なくなってきている。だからなんですよね、この大学生の2人に1人が奨学金を受けていて、そのうちの約7割ぐらいが有利子奨学金を受けている。有利子奨学金って何ですか？利息がつきます。なんで利息つくの？おかしくない？それだけじゃない、返せなくなったら延滞金取られる。おかしくない？それサラ金と一緒やん。でもサラ金と違う部分が一つある。何か、サラ金は大人が借りる、どんな職業をしてどれぐらいの収入をもらえるっていうことがはっきりと分かっているものがそれを理解した上で借りる。奨学金は将来どんな仕事に就くか分かんない、どんだけ収入もらえるかも分からない若者が学校卒業するまでの間に数百万円の借金を背負わされる約束をさせられる。これ大学院だったらどうなる？借金は1000万円を超える。大学院まで出た人はそこから借金返すときにどういうことになるか、大学生活、普通の4年生大学での借金と大学院での借金支払いが同時に始まる。どんな仕事についてる？なかなか仕事見つかんない、非正規みたいな仕事になる、安い賃金で長時間働くことになって、その中から食費、通信費、光熱費、家賃、それで奨学金の返済できる？無理ですよ。どうしてこんな無理なシステムを維持させてるのか、答え簡単ですよ。企業に対する生贄の一部として奨学金は利用されている側面もあります。どういうことか、奨学金の利息、年間340億円ぐらい収入があります。この収入、この上積みいただくのが金融機関で、延滞金、年間40億円を超える収入がある。この旨味をすすってるのは民間の債券回収会社日立がやってるって、サービサーとかふざけてますよね。そんな企業がちょこっとおいしい思いするためにちょっとあの前菜程度いかがですか小学生みたいなね、奨学金でいかがですかみたいな感じで差し出されてる。ふざけんじゃないって話ですよね。この国を本当に経済発展させたい、景気を良くしたいならばやることははっきりしてるんです。何か、個人の消費をどんどん押し上げる、今よりもより皆さんが消費できるような状況にしなきゃこれ景気上がらないんですね。当たり前ですよね。総需要どんどんこれ引き上げていかなきゃなんない。総需要って何ですかって、消費ですよ、投資ですよ、で政府が払う支出ですよ。この3つが大きくなっていかないことには経済発展していかないんですよね。国内のことだけ考えれば、その一番大事な GDP の6割を占める
個人消費、消費どうなってますか。それどこじゃねえよ、払えません。貯金ゼロ世帯、2012年の段階では 26% 程度だったものが、今2016年の数字では 30% 超えてるんですよ。どん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 貧しくなっていってる。でもその一方で企業はどん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 蓄えていっている。これおかしいでしょ。税金の取り方が間違ってんだよ。で、今やれることは何か、いろいろあります。例えば安倍さん、お金すりまくってます。異次元の金融緩和で、マネタリーベースの拡大、要はお金をすりまくっている。事実はお金すりまくってるわけじゃない。日銀の当座預金、それぞれ銀行の口座、お金を積み上げていっている。これによって何が生ます、これによって何が生まれますか、ね、金利下がりますねっていう話なんですね。円も安くなりますねって話なんです。それで止まっちゃってる。これを大胆に活用していけばいいんだよ。みんながお金を使えるっていう状況、今よりも生活が楽になるっていう状況を生み出すためには、これを大胆に使うっていうのが一番やらなきゃいけないこと。でもそれをやろうとしないんですよ。意味が分かんないですよね。その上に消費増税まで2010年にしちゃってるでしょ。これ全く逆のことやってる。アクセルとブレーキ一緒に踏んでるようなバカ野郎なんですよ。やり方が何にも分かってない。景気を良くしたいっていうような、景気が悪い時には減税をしていく、当然ですよね。で、どんどん政府の支出をしていく、それを目印として企業がじゃあお金出して大丈夫なんだっていう設備投資に回っていく。それをやっていかなきゃいけない。私だったらこうする。まず奨学金、これ日本学生支援機構が財統債ってとこから6兆円引っ張ってきて、その借りてきた利息を返さなきゃいけないお金を学生に貸してる、返してるから、貸してるから学生が金融機関に対しての返済をしていることと同じになるんですよね。だったらこの6兆円なかったことにできるんですよ。安倍さんがお金つりまくってる、このマネータリーベースの拡大で、そういうふうにできるんですよ。どうしてやんないの。待機児童、箱物も少ない。だったらそこでやりゃいいじゃん。どうしてやらないの。介護、どうして施設作らないの。国用に入れない人たち何万人、何十万人、やる気がないんですよ。金儲けにつながらなそうなことはやらない。でも間違っている。これが本当にこれから金儲けをしていくための土台作りなんだって話なんですよ。一番やられなかった分野に対してどんどん国がやっていくってことを本当はやらなきゃいけない。でもやらない。どうして。別にすぐに結果出ないしさ、もういいやんって話。今だけでいいんですよ。企業儲けてるやろ、それでいいじゃないか。分配されなくても別にいいじゃないか。政府は一応お願いをしました。それじゃ話にならないんだよ。企業が今まで国がやってきた労働者を食い潰すような法律で、そのおいしい思いをした企業が労働者に対してちゃんと分配するような、そんな誠意あるようなことなかなかしないだろって、味を占めさせたのは政治だろって。だったら国が責任を持ってやるしかない。企業から、儲かってる企業からはそれなりに税金を取って、例えばね、そしてみんなにそれなりの賃金、それぞれの業種、それぞれの業務によって最低の賃金を定めていって、それ以上のところは国が取ってきた税金の中からそれぞれ分配するようなシステムだったりとかね。実際にこれに似たようなことを韓国のソウル市はやってるんですって。でそれでうまく回り出して他の自治体も真似しているという報告を先日国会に来た方々からお聞きしました。例えばそういうことをやっていけばいいのに。本当に持続可能にしていくためには、まず少子化対策、少子化対策って言ったら教育にお金をかからないようにする。で住まいに極力お金がかからないように。で低収入の人を支える。この3つが